はい、よろしくお願いします。筋子ジャンクションにやってきました。ちょっと今日はサーモンランをやりながらサイドオーダーのね、まあ、考察というか情報が出てたので、あのみんなに説明しながらやっていきたいと思います。まあ、ちょっと鮭のねあのプレイも、まあ、ゆっくり見ながら見ててください。よろしくお願いします。そしてサイドオーダー、あの秩序のステージをモチーフに作ってるんですけど、バンカラがカオスなんで、混沌とした世界をやってくれたんですよ。これはあのスプラ2のフェスで、あのカオスにするか秩序にするかっていうフェスが行われた結果、まあ俺秩序チームだったんですよね、実は。でカオスが勝ったので、あのこうなりました。こういうバンカラの世界に来たんですけど、実はこれね、もしもまあ、秩序、うなちゃんがやれてたチームにか勝ってたら、まあ、変わってたのよ、今、この世界が。世界が全く違う、違かったかもしれないですね。この白い世界。周りにサンゴが、サンゴっぽいのがあるみたいで。うわぁ、すごい。誰かやられちゃう。待ってね。仲間助けてあげたいけど、まずは、倒したいけど倒せる。イェーイ！オッケー、まあいいや。はい。助けて、ありがとう。はい、そしてサイドオーダーの主人公ですね。主人公は、まあ、タコの種族の、オクトリング8号って言って、これなんか、あれだね、スプラ2にも出てきたタコとかと一緒かな。まあ、仲間から8と言われてるみたいです。うわぁ、もう毎回ヘビがさ、俺のとこ来てさ、8助けて！サイドオーダーの8助けて。オッケー、倒した。あと1個いるよ。ナイス。これ引きましょう。まあ、ナイス。いいね。はい。で、写真も多分載っけるんですけど、秩序の塔。なんかね、秩序の世界にそびえ立つ不思議な塔みたいで、秩序の街と同様に独自のルールで構成されてるらしい。うん。で、フロアの構造が変化するみたいな。エレベーター乗って、一回ずつ上がっていくスタイルの、まあ、ストーリーモード。なんだよね。だから、エレベーターをうまく使うんだって。エレベーター乗って、ミッションとか受けるんだって。はい。で、これ正直俺よくわからないんだけどさ、パレットってのがあるらしくて、色をね、変えて、カラージップ変えることで、8号の能力強化できるんだって。だから多分インクの管理とか、いろいろ、変えれるらしい。はい。攻撃力上がったり、素早さが上がったりするらしいので。自分の好きな風にカスタマイズできると、言いたいんだけど、対戦落ちたし、残り1人になったぞ。ちょっとこれジェットパック使ってあげよう。あー、まあ先に奥から行って、この子倒すか。とりあえず、あー、撃とうとしたら、返された。これ、Z パックもう一個使っていかないと、もう大変なことになってる、すでに。うわー、オッケー。とりあえず、塗って倒して、Z パック入れていって、よいしょ。忙しいな。これ上のさ、倒したいな、これ。これ、足場がどんどん悪くなるから。はいよ。秩序の話する前に終わる。助けて。あと8個、あー、オッケー。君は持っていかないで、これインクなくなりそうだな。いや、インクギリギリだ、やっべ。あぶね。ちょっと助けてね。あと1人、俺だけ。時間もない。あー